やるっきゃねえよな。放て！なんということだ。誰一人取りつけんとは。恐るべしドルドレイ。再生機関だ。ボスコーンが来るぞ。いつまでも戦力を割く余力はない。このまま長期戦になればおのずと。いやはや悠長な。ドルドレイはチューダー最後の共闘歩。奴らを駆逐し、この百年戦争を終結させるのは今おいて他ありません。さよう。これは千載一遇の好機ですぞ。いや、しかし。これ以上遠征が長引けば、再度戦費調達の必要に迫られます。度重なる課税に民衆の不満が高まるのは避けられません。さすがの高殿も今回ばかりはお手上げでしょうな。ご命令とあらば。いや、それも致し方ないこと。いかに戦の申し子と謳われようとも。え？陛下のご命令とあらば。大軍はいりません。鷹の段のみで当たらせていただきます。今なんと、白虎騎士団すらやられたのだぞ。気は確かですか。たかだか5000の騎兵で3万の敵を相手にするのですよ。バカバカしい若造のたわごとだ。この100年歴代の名将がかなわなかったドルドレイ攻略を鷹の段だけで果たせるわけがない。グリフィス卿、まことなのだな。鷹の段にドルドレイ攻略を命ずる。次の戦い決まったよ。ドルドレイは鷹の段で叩くんだって。ドルドレイ？希代の名将大将が攻めてもこの100年落ちなかった難攻不落の要塞だぞ。すでに先発の白虎騎士団は壊滅したらしい。おいおい、それで無理な仕事を押し付けられたってことかよ。いや、グリフィスが名乗り出たようだ。でかい戦になるようだな。けど心配はいらねえよ。あの冷静沈着なグリフィスが決めたことだろ。冷静でいられればいいのだけど。何？昔鷹の段は地方貴族の領地紛争に参戦したんだ。その貴族は資産家だったが悪趣味で有名だった。目にかなった少年ばかりを集め従者としていたんだよ。子供はみんなうつろで怯えるような目をしていたさ。ある晩、私は見てしまったんだ。グリフィスが奴といるところを。冗談だろ。
あのプライドの塊みたいなやつが。グリフィスは勝つために何でもするんだ。自分の采配で死んでいった者たちにせめてできることだって。そんな、でその貴族がどうしたってんだよ。その財力に物を言わせて、ある国の戦の前線で総司令をしている。おい、まさか。チューダー帝国北方戦線総司令官ゲノン、それが奴の今の肩書きだ。どっから攻めろってんだよ。後ろは断崖絶壁、最新式の大筒がおよそ20門、あとは矢と油と石の雨ってとこかな。とりあえず正面から攻める以外ないな。しかもあの司祭聖騎士団もいるんだよね。勝てますよね俺たち。ガッツ、え、なに、チートばかし城がでかいだけだって。いつも通りグリフィスの言うようにやりゃ勝てる。あ、いけるか。二つに分けたというのか。面白い、受けてやろう。先方出撃、敵第一陣を壊滅せよ。第一陣、前面の敵を蹴散らせ。
なんて数だよ。本当に大丈夫なのか。今はグリフィスを信じて戦うだけだ。このような攻撃、一時審議にしかならぬ。奴が何を考えておる。この旗の下で剣を振るのは多分これが最後だが、鷹の段を切り込みたい隊長としてのけじめだけはきっちりつける。させられねえ。やってやる。ほら、さっさと次行け。敵は少数。ケラ、大工させる前に追い落とせ。まずは見事。よかろう、受けてやる。全員出撃。敵第一陣を撃滅せよ。隊長、俺たちを援護します。将がいるか。こいつやる。さっさと剣をつけるとやめ。高め、良い手駒を持っている。血の戻り手直すとしよう。敵も冷静じゃねえか。そろそろ潮時だぜ。大将、第一陣撤退。本陣まで下がれ。撤退とはな。グリフィス、思い切ったことしやがるぜ。
急げ。敵が敗走していきます。下せぬな。この世の攻め方、最初から結果は見えていたはず。これが上昇無敗の鷹の段、白い鷹だと。何をしておる、ボスコーン将軍。下の総督、敵は敗走していくぞ。ミスミス勝機を逃す気か。ああ、しかし…ふん、気がにすげる。敵大将、白い鷹のグリフィスを捕らえた者には思いのままの褒美を取らす。ただし必ず無傷で捕らえるのだ。よいな。総督、そのようなことを軽々しく約束されては兵どもの抑えが。ボスコーン将軍、大義であった。今よりはこのゲノンが指揮を取る。貴公ら司祭聖騎士団は友軍と共に鷹の段を追撃し、速やかにグリフィス卿を捕らえよう。やむを得ん。これより敵追撃を開始する。あれ、全部相手にしようっての俺たち。陣形を整えろ。後ろは川、逃げ場はない。命を捨てろ。それ以外に生き残る道はない。生き残れば俺たちの勝ちだ。奴らは餌に食いついてきやがった。何もかもお前の手のひらの上ってわけだ。いつもそうだったよな。ここから城内へ入れる。全てグリフィスの情報通りだ。今度という今度こそ帝国貴族の誇りにかけてもなすみものだ。またお前か。本当にゴキブリ並みのしぶとさだな。貴様、名は鷹の段切り込み隊長ガンです。俺はこのところで終わるのか。
け。助かった。全滅させられたときの話、まんざら嘘でもないようだな。助けてくれるの？ああ、嬉しい。おりゃ、生きた心地がしねえぜ。死ぬ気でかからねえとやられる。サルは我が方、各隊陣形を。相性はくたばった。城を落ちた。隣は決まってんだろ。負けたんだよ、てめえら。勝ち時だ。勝ち時をあげろ。待ってました。容赦するな。バカ者、誰が引けと言った。総大将は殺した。止まらんか。命令がわからんのか。おい貴様、戻れ。戻らんか。その眼差し。どうした？なぜ黙るのか。敵味方に分かれたとはいえ、片時もお前を忘れたことはなかったぞ。いつもお前の影ばかりの。グリフィス。なぜそんな目で見る。まさか恨んでおるのか、このわしを。お恨みなどしていませんよ、閣下。むしろその逆です。あなた一人を垂らし込むことで何百人もの部下を養うことができた。危険な戦場に送ることなく、あなたは我々の命の恩人ですよ。
グリフィス、お前は。私の目にすがる部下に対し、私ができることはただ一つ、勝ち続けることです。そのために手段を選びません。あなたはそんな私の歩く道端に転がっていた、ただの石ころです。貴様、隊長、手の一つでも振ってみちゃ。あんたって今回のヒーローなんですから。隊長、どうしたんすか。またぼーっとして、ここのとこ元気ないみたいっすね。んなことねえよ。こんなの3年前には誰も考えなかったよな。ほんとっすね。俺は俺の国を手に、皆の者、長きにわたる試練の歳月、まことに大儀であった。心から礼を言うぞ。皆も知っての通り、この勝利はグリフィス卿を率いる鷹の団の活躍によるところが大きい。この100年、不可能と言われ続けたドルドレー攻略を彼らはその類まれなる勇猛果敢さ